ボクシング大ピーチ。オーケー。今回使っていくスキンは、ローズ。チームリーダー。まあ、よくわかんないスキンなんですけど、これでやっていきましょう。さあ、行きましょう。あー、二連式ちょっと練習したいからな。二連式ちゃんでやろうか。なんて言うんだろう。なんか、今まではさ、何も考えずにさ、まあ、ビクロイをばっこり取ってきたわけじゃん。やっぱね、良くないね。やり込みは良くないね。うん。なんかね、そのビクトリーロイヤルの、その、なんて言うんだろう、凄さに気づいてない自分がいるっていうのが、すごいね。今身に染めてね、わかる。うん。うわ、出た。いや、ビクトリーロイヤルはすごいことなんだよっていうね、ことをね、今痛感しております。ヘッドホン買わなきゃダメなのは、プツ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 言ってる。フルボコさんどうも。これ今更感あるけど、やるわ。なんわ、この音。終わった？ええー。これ4回当たんないの？無理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 。いやいや、開いた。白 AR でヒットダウン。ありがとうございます。これぐらいは AR 当たるんだよな。外国のプロゲーマー見てるとさ、もう何やってるかわかんない人たちの集団みたいな。誰がビクロイし、もうランダムでしょあれ。もう、うん。マジでうん。うまい下手とか関係なくもう、うん。もちろん、うまいに越したことはないけど、あとはもう、持ってるか持ってないかっていうね。まるで宝くじ、本当に。あのレベルまで行っちゃうと。あん中になぁ、日本人プレイヤーがポツンって言って、優勝したりしたらもう、とんでもないことになるよ。ハッピー。フォートナイト、ワールドカップに、出てください。総額100億円ですよ。だから、無理だって。無理無理、もう世界相手にするなんて絶対無理。僕、まあ、いろんなプロを見てきたんですよ。まあ、ゲームに限らず、そういうゴルフとか、野球とかね、サッカーとか、世界に通用するプロっていうのは、日本の大会した時に、ゴルフでも、どんぐらいだろう。かなり優勝確率持ってんすよ。日本の大会で。だから日本の大会で、ほぼほぼ優勝する人が外国に行って、まあ、まあまあな成績を残せるわけ。その中でも運がいい人はもうトップクラスに行くんだけど、あ、無理だと思う、多分もう。だから日本人特有の生かしたことをしないとダメだと思う。いた。例えば手先が器用だから、格闘ゲームとか。そういうね、日本人特有のね、ゲームなら勝てるかもしんないけど、多分無理だと思うな。まだね、建築もまあまあだし、その編集がね、全然できないからね。建築編集がちょっとね、今追いついてない。なんかなんて言うんだろう、あの人だ。なんかさ、野球とかもそうだけど、あ、なんで俺だけ狙ったん？あ、あかん。あー。いやー、嫌がらせだ。チームリーダー、ダンス。なんでなんでなんでそこじゃない。さあ。てか4000もやりたくない。ワッツ。こいつ早いんだよ。オーケー。
やばい、なんか。うわ、危な。暴走してる。オッケー。誰ですか今の人は。いや誰ですか。来てるよ。やばい、大ピンチ。ボクシング大ピンチ。余裕がある、余裕がある。オッケーオッケー、いいね。余裕があったわ今のは。さすがに余裕あった。いっちゃう。初戦でビクロイしちゃう。初戦でビクトリーロイヤル。チームリーダー行くか。あ、いた。いや、あかんやん、そんなん。はい、うわ最悪。おおおお。うわ、くる。OL が来る。OL 先生いる、ここに。Oh shit。Oh shit。最終アンチが怖いな。あ、やべ。あ、やべ。あ、やべ。誰？硬っ。ヤバタニエン。見て終える。重工作戦。あかん。いや、外していく。バリバリ外していく。バチコリ外していく。やばい。そろそろやんないとやばいんじゃね？Oh my goodness, GG。やっとできた。あれ、あかん。やっとディスコフィーバーできたよ。